はい、元市役所職員のカズです。今日はですね、船橋市の独自施策について大変他の受験生にも参考になるなと思ったので紹介したいなと思います。実は私今ここならの有料指導で、船橋市受験する方指導していまして、で先日船橋市行ってきたわけなんですよ。でそれで、私、先日の動画からですね、何度も何度も視聴者に耳にタコができるぐらい、市民と連携する、事業者と連携して、で少子高齢化社会でも選ばれる街になるためには共同の街づくり推進していくことが大事なんだよって言ってるんですけど、船橋市はですね、特にこの市民や事業者と、連携して、あるいはですね、彼らのその力を合わせてですね、行政と民間それぞれの強みを生かして、で、魅力を高める、魅力を発信するっていう取り組みを盛んに行っている自治体だったので、これは参考になるぞということでですね、船橋市の独自施策を紹介したいなと思います。で、まずですね、紹介したいのがマイフナという、これフリーの、雑誌なんですよ。で、大抵ですね、どこの地域に行っても、民間が新しくできた飲食店とか雑貨、あるいはその美容室を紹介する、地域情報フリーペーパーっていうのがあったりしますよね。で、マイフナもですね、こういった主に広告などで成り立っているフリーの、雑誌なんですけど、ちょっとその他の地域の地域情報雑誌とはコンセプトが違っていてですね、より国が推進する地方創生よりのコンセプトで作られた冊子なんですよ。だからこそ表紙を見るとですね、こういったなんか街を盛り上げたい思いをマップに乗せて、私たちマップ作りましたって書いてあってですね、で、実際中を見てみるとですね、こういったそのコロナウイルスで街に元気がなくなってきたと。だからこそ、船橋市内には、コロナ以前から町を盛り上げようと、独自に奮闘している人たちがいてですね、で今回は、商店街のマップ作りに奮闘した方々の、特集をしていますという、こういう項目を取り上げてたりしているわけなんですね。で、このフリー雑誌ですね、何がいいかっていうと、とにかくその情報の発信、これに長けていることなんですよ。行政が一部自治体で、市民ライター制度っていうものをやってたりします。で、市民ライター制度っていうのは、例えば、行政がですね、その地域の、情報の魅力を伝える記事を書いてくださいねって、そのシティプロモーションの施策の一環として、やる気のある市民の方にお願いしてですね、で、その市民の方が特定の地域の魅力を作ったり、あるいは記事を作ったり、あるいはその市の特定ジャンルに関する魅力を伝える記事を作ったりするっていう事業をやってます。滋賀県の確か彦根市もやっていたりですね、あとは群馬県では太田市もこういう取り組みやってました。で、市民ライター制度ですね、今そのプロモーション施策の一環として、続々と取り入れている自治体が増えているわけなんですけど、一つまだまだ課題っていうのがあってですね、そのせっかく市民の有志の方が作っていただいた、市の魅力を伝える記事を多くの人に発信するっていうところがやっぱ課題なわけなんですよ。自治体の悪いところっていうのが、やっぱその魅力的な、冊子を作って終わりっていうのがあったりするんですよね。例えばその船橋市でも、こういった船橋ポケットガイドっていうものがあるんですよ。で、このポケットガイドもですね、たくさん情報が集約されていて、でしかもその最後のページではちょっと民間の会社の広告が入っていたりして、おそらくちょっと印刷費に広告代ある程度割り当てて安く作ってるっていう背景があると思うんですけど、こういう立派な冊子を行政が主導で作っても、せいぜいですね、その公共施設とか観光協会とか、あるいは庁舎内に置いたりする程度で、その多くの人に持って行ってもらうっていう仕組みを作ることがかなり行政苦手なわけなんですよ。私もですね、その地域振興系だとか企画系の部署に何年間かいましたけど、やっぱり、立派な冊子できた、はい終わりっていう、こういう事業がですね多かったので、やっぱここがですね、行政の弱いところなんで、民間と力を合わせなきゃいけないんですよ。でそこで、マイフナがなんでいいかっていうと、ここはですね、確か株式会社フィットという、会社が主に監修している冊子でして、やっぱそのフリーペーパーとか、
そういうものを作って多くの人に配布するっていうノウハウを持っているわけなんですね。でだからこそ、この会社はですね、特にその地方創生に関する取り組みに積極的に協力してくれて、自分たちで行政の支援をほとんど得ることなく市民活動の取り組みに紹介しているフリーペーパー冊子作っているんですけど、これからですね、そのプロモーション策を強化したいという自治体はですね、ぜひその市民から、融資を募るだけではなくて、例えばその地元にいる地域情報冊子の会社と提携してですね、より多くの人々に、プロモーションできる仕組み作りっていうのを、会社のやっぱそのノウハウを生かしてやるといいんじゃないかなって思います。でこういう取り組みがものすごく大事だなって思うんですよ。これからやっぱりその行政の資源も限られているので、で、あとはですね、最近のそのコロナウイルスに関する、ちょっとしたその市民の有志の方々の活動も紹介するんですけど、船橋もですね、例外なくその一時的に休校になってしまって、で、児童の、多くの児童が自宅でですね、宿題しなきゃいけなかったと。だけどですね、その小学校1年生が校歌の宿題出されたけどリズムわからないっていう、こういう問題抱えてたりしたわけなんですね。でだからこそ、市民のその有志の方々がですね、その音楽を歌う、校歌を歌う動画っていうものを作ったりして、それを YouTube で配信したりするんです。でこういう取り組みをやっているぞっていうことを、地域のフリーペーパーの冊子が取り上げることでですね、やっぱり、よりこういった活動している方々のモチベーションアップにもつながります。で、もちろんですね、その公共性のある取り組みって市の広報でもある程度紹介はできるんですけど、やっぱ広報誌っていうのは、予算が決められた中で作っているので、なかなかその臨機応変に分量を増やしたり減らしたりするっていうこともできないですし、やっぱそのカラーにする紙面も限られていたりするわけなんですね。だからこそ、そのものすごく頑張っている市民団体の方々がいるんだけど、ちょっとこの活動まで取り上げたら、その広報に取り上げるべき項目と取り上げてはいけない項目の線引きが難しいなとか、こういうちょっと公益性に関する観点もあったりしてですね、なかなか柔軟に市の広報誌って、いろんな市の情報を発信するっていうことができないんですよ。だからこそ、民間の会社主導でこういうフリーペーパーとかって作ってもらえるとものすごくいいんじゃないかなって思います。で、あとですね、情報発信に関するネタが来たので、ちょっと商店街の方々のそのモチベアップするネタ話したいなと思います。これはですね、船橋の商工会議所がやっているんですけど、船橋お店グランプリってこんな取り組みやってるんですよ。でこれもですね、商店街に単にその行政が補助金あげるよって、商工会議所が補助金あげるよって、そういう創業支援の補助金をばらまくんじゃなくて、その商店の方々が競ってですね、うちこそこの部門でナンバーワンだと、であるいはその認定された商店の方々は、うちが認められたんだなってモチベアップにもつながりますし、こんな取り組みによってですね、やっぱりその商店の方々が自発的に、自分たちのお店を魅力的にしようと、そう思うモチベーションを高める取り組みっていうのが大事なんじゃないかなって思います。で商業振興の話になったんで、もう一個すごく大事な話するんですけど、これは完全に船橋市の商工振興課がやってる取り組みでして、船橋市ものづくりグランプリっていうものをやってるんですよ。船橋市ですね、商業の都市っていう側面もあるんですけど、いろんなものづくりのメーカーも、集約していてですね、で、このものづくりグランプリ何が変わってるかっていうと、ものづくりグランプリに認定されるとですね、市が試験的に購入して使用後フィードバックしてくれるんですよ。でこれも結構変わってるなと思って、大抵どこの自治体も設けてる創業支援補助金っていうとですね、例えばその開発費に関する費用とか販促費に関する費用を補助してはいおしまいなんですけど、ここはですね、市が試験的に購入してですね、でその行政の方々が、この商品まだちょっとここが課題かなとか、そういうのをいろいろとフィードバックしてくれるわけなんですね。で、あともう一つすごい大事なのが、市も積極的に PR してくれるってことなんですよ。ものづくりグランプに選ばれると広報誌やホームページに掲載してくれたり、認定製品カタログの作成とかイベントでの周知他っていうのをやってくれるわけなんですね。で、もちろん製品の内容によっては
広報誌とか市のホームページ見ているその方々とですね、あの属性が合わないっていうこともあったりするんですよ。だけど、この市も積極的に PR することによって何がいいかっていうと、その商品に箔がつくんですよ。あの行政ってその一番の強みがですね、大きなその予算規模を持っていることだと思ってませんか。実は全然そんなことなくてですね、行政の一番の強みっていうのは信用なんですよ。例えばですよ、私が浄水器作りますよね。で、このカズさん特製浄水器販売しますって例えばこのチャンネルで売るとするじゃないですか。絶対に私実績ないんであなた買わないと思います。だけど、私が浄水器作ってですよ、で船橋市ものづくりグランプリに応募して認められたってなったら、いや実はですね、私今回作ったこの浄水器頑張った結果船橋市ものづくりグランプリに選ばれたんですよってなりますよね。そしたらですね、とりあえず買う買わないの話は置いておいて、あこの商品本当にその効果があるんだなって、ちょっと信用しますよね。これがあの行政の信用力の凄さなんですよ。で、行政ってその何でもかんでも、その大きなその予算規模に物を言わせてお金を配布するっていう、まあ、これが強みじゃないんですよね。その行政はやっぱ信頼を持っているので、こういったものづくりグランプリなどの取り組みによって民間の頑張っている会社の取り組みあるいはその製品に関してですね、信用を付与するっていう、こういう取り組みがこれからの時代すごく大事なんじゃないかなって思いますね。やっぱり今ですね、そのコロナに関する給付金などで行政も結構、財政的に厳しい状況になってきているので、逆にですね、行政のその信用を付与するっていう取り組みは、お互いウィンウィンになって、何かが減るっていうわけではないので、この行政の強みを生かすっていうことがこれからの時代すごく大事なんじゃないかなって思います。はい、そして、次に紹介したいのが、予防医療健康推進に関するテーマです。実はその船橋市はですね、今この健康ポイント制度という取り組みをやっているんですよ。まあ、これ具体的に言うとですね、ウォーキングとか、まあ、あるいはその対象プログラムですね、健康推進に関する教室講座参加したり、あるいはですね、その特定の、あの健康食を応援するお店でヘルシーオーダーをしたりするとですね、健康ポイントを獲得することができて、でその獲得ポイントに応じて、景品がもらえるっていう制度です。まあ、これによってですね、高齢者の方々がまあ自発的にウォーキングしたりとか、あるいはそのヘルシーな、食事をしてくれたりしてですね、予防医療につながるという取り組みです。で、実はですね、まあ、これ結構参加方法あるんですけど、アプリも作ってるんですよ。で、あの携帯のアプリによって参加することもできるし、で、まあ、街に歩くとですね、まあ、ここに歩こうかざすくんっていうのがあるんですけど、おそらくまあ特定の拠点に行ってで端末をかざしたりするとですね、健康ポイントがたまったりするっていう、そういう取り組みなんです。で、船橋市はですね、今、この健康ポイントの参加者募集っていう、まあ、そういう、冊子も作っていたりするんですよ。で、まあ、ここでですね、A コース、B コース、C コースって、まあ、さっき紹介した通り、船橋セレクション認定商品詰め合わせセットとか、こういったものをいろいろともらえたりするわけなんですね。で、他にですね、その船橋市ですね、やっぱその飲食店の応援っていうものを日頃から結構やってる自治体でして、で、健康ポイント食の応援店っていうものを募集しているわけなんですね。で、ここに協力したお店はですね、その市民に対して、まあ、そのヘルシーメニューっていうものを提供するとですね、その市民も健康ポイントをもらえる。で、市民もですね、その健康ポイントの対象のお店に行ってくれるっていう、まあ、ものすごい好循環な流れを作り出すことができるので、予防医療だけではなくてこの取り組みは商業の振興にもつながっているんじゃないかなって思います。まあ、こんな感じでですね、船橋市予防医療にも頑張っておりますし、であとはですね、これですね、まあ特定の、社団法人セーフティーネットリンケージっていうところがやっているんですけど、船橋市に、まあ、調整した取り組みですね。
見守り AI プロジェクトっていうんですよ。でこれはですね、近年のその IT を活用して、地域課題を解決するという取り組みなんですけど、特定の、そのアプリを入れるわけなんですね。行方不明になったおじいちゃんおばあちゃんを探してほしいっていう場合はですね、まあ、これまでは警察に相談して捜索命令出して、で例えば町の無線などで何々町の、誰々が現在行方不明となっておりますってこういう無線流れたりするんですよ。だけど、特にその都会になるとですね、アパート暮らしの方々も多くてですね、こういったその町の無線を聞くっていう機会がなかなか少ないわけなんですね。でだからこそ、こういった近年移住していった方々にも見守りを協力してもらうためにですわ、でためにはやっぱりアプリを使うってことが大事なんですね。で、この、 見守り AI プロジェクトのアプリを入れることによってですね、で捜索依頼の人が捜索依頼ボタンを出すとですね、そのアプリ入っている協力者に対して、捜査協力依頼が届くわけなんですね。で、その捜査協力依頼にその人の特徴とか書かれていて、で発見した場合はですね、発見した場合は、そのアプリを通じてで、情報がお互い匿名で電話でやり取りすることができるってわけなんですよ。でこういうすることによってですね、そのお互い個人情報を出し合うことなく、そのおじいちゃんおばあちゃん見つけることができるっていうこういう取り組みをやってますね。まあ、これもスマートシティの推進の一環だといえばそうなんですけど、やっぱそのスマホ のアプリの機能を使って、これまで無線とか広報誌でやってきた取り組みを、推進するっていうことがですね、特に我々その若い世代は、やっぱスマホをいじってばっかなんで無線聞いたりテレビ見たりとかしないんで、こういう取り組み大事なんじゃないかなって思います。で、あとはですね、アプリの話になったんで、ちょっとゴミ分別アプリなんですけど、先日横浜の動画でも紹介しましたけど、実は船橋市でも、ゴミ分別アプリっていうものを配信してます。 3R っていう、まあこれもですね、そのアプリの内容を見るとホームページと同じ内容が掲載されていたり、あるいはそのカレンダー形式になっていて、で今日は燃えるゴミの日とか、まあ、こういうの分かったりします。で、ただその先日紹介した横浜市みたいにゴミの分別の仕方教えてって言って答えてくれる内容ではないので、まあ、これからさらに使い勝手がいいようにこの 3R のアプリの、機能を改善していく必要があるんじゃないかなと思います。で、その時にですね、今やっぱその課題なのがですね、横浜市はゴミ分別を、自動で分別方法を教えてくれたりする AI チャボットがあったりしますよね。だけど、その特定の自治体ではあまりそのチャボットを推進されていたりしてないっていう現状があるので、そのやっぱ自治体間のノウハウの格差っていうものをなくすために、やっぱり多くの自治体が連携してで、情報共有するっていう取り組みも大事ではないかなと思います。そしてですね、あとはこれですね、これも先ほどから紹介しているフリーペーパーの、まあ、会社が取り組んでいるフリーペーパー冊子なんですけど、ママチって言って、でここにもですね、オンライン講座動画特集っていうのがあったりするんですよ。で、ですね、やっぱその YouTube って結構その競争が激しくてですね、例えばその地元のヨガ教室やっている人がヨガの仕方をアップロードしてもあまり多くの人の目に触れないっていう、そういう課題があったりするんですよ。で一方で、こういった地元の地域情報冊子の会社がですね、例えばその地域で、頑張っているその学習塾とか、あるいはそのヨガ教室の方々がアップした動画をですね、地域の、フリーペーパー冊子の会社が積極的に紹介してくれることによって、地元の人が、地元の教室の動画を見るっていう動線も出来上がったりします。そうすると、事業者にとっても大変モチベのアップにつながるのでいいのではないかなと思います。そしてですね、次にこれが今そのコロナウイルス、ちょっと東京でも感染者増えてきてですね、やっぱりなかなかその公共施設みんなで集まってイベントするっていうのが難しくなってきております。で、だからこそですね、今この船橋の、まあ、3番瀬環境学習館っていうのがあるんですけど、そこではですね、オンラインのワークショップを行ってます。
で、これはですね、例えばそのリアルタイムでオンラインワークショップを行っているんですけど、まあ、具体的な内容で言うとですね、例えばその生き物の仕組みを知る魚っていうので、例えば身近な食材である魚の仕組みを調べてみようっていう、まあ、こういう取り組みをオンラインでやるんですよ。で、まあ、具体的に言うとそのオンライン型で、その専門のスタッフの方が、画面上で対面してですね、で、みんながその食材を調査するっていう取り組みを見て、まあ、アドバイスしながらワークショップ進めるっていう、こういうことをやってたりします。で、あとはですね、オンデマンドワークショップっていう取り組みもやっててですね、これはですね、必要な材料を、学習館からオリジナルキットにして、対象の子どもに発送する、あるいはみんなで準備していただくっていう形なんですよ。で、そして動画を見ながら自分たちのペースで工作にチャレンジするっていう、まあ、なんかこういう取り組みでクラゲランプとか作っていたりとかするわけなんですね。で、まあ、その学習館なかなか行くことができないっていう状況であれば、やっぱこのインターネットのインフラを活用して、で、学習館でも学ぶことができる学習を、自宅で行うっていう、そういう取り組みをですね、行政も推進していくことが大事なんじゃないかなって思います。まあ、先日から学校は、ギガスクールコースを推進して在宅でも教育を受けること大事だよって言ったんだけど、こういった文化的な、まあ、配信している学習館とか、あるいはまあ今回のは、主にですね、この三番瀬っていう、まあ、干潟の環境などを、学習するための、まあ、学習館なわけなんですけど、ここもですね、まあ、その単に閉館ってするんじゃなくて、まあ、子どもたちあんまり来れないんだったら、オンラインでも何かできるようなプログラムを提供するっていう取り組みをやっております。はい。で、そしてですね、今ですね、やっぱり商売すごい厳しい状況です。飲食店も厳しいですし、今その飲食店の方々もですね、まあ、テイクアウトなどいろいろとやっておりますけど、やっぱり単価の高い、ディナーの時間を失ってしまったので、お客さんを失ってしまったので、やっぱその国からの給付金と昼のその低単価なテイクアウトでなんとかしのいでいるっていう状況なんですよ。で、だからこそですね、その今回みたいに単独で事業を行っていてコロナウイルスの影響を受ける方っていうのはなかなか厳しい状況なんですよ。だからこそ、これからやっぱり市民の方々には、一つの収入口じゃなくて複数の収入口で稼ぐために、自分たちでノウハウを、さらにこう多角的に築いていってもらうっていうことが大事なわけなんです。で、だからこそ、まあ、船橋市の商工会っていうのは以前から共同ビジネスマッチングっていう取り組みをやってるわけなんですね。まあ、これはですね、企業のデータベースを構築して市内市外を問わず多様なニーズを持つ企業や団体とのビジネスマッチングを図るっていうことなんですよ。で、2名のコーディネーターが企業訪問してヒアリングしてですね、まあ、私は、例えばそのマッチング事業でこういうマッチングを求めてますよっていう、そういう市場などを聞いた上でですね、商工会が積極的に会社と会社マッチングしてくれるっていう取り組みをやっているわけなんですよ。で、まあ、これはですね、会社に特化した内容なわけなんですけど、実はですね、さっき紹介したマイフラ、こちらの、冊子もですね、ローカルベネフィットという、サービスを提供しています。で、まあ、ローカルベネフィットですね、その登録している、店舗の方はですね、他の会員にお見せ知らせることができるっていうメリットもあるんですけど、例えばその、まあ、他の会員の方々がそのお店を利用した時に独自特典も利用できるっていう、こういう機能も、付けたりできます。で、だからこそですね、その大手ではなくても、個人店の方々が登録することによってですね、ローカルベネフィットから、お客さん周知することができるってことなんです。で、こういった飲食店の周知だけではなくて、地域に関わって仕事がしたい人で、地域を元気にする企業代表者の人、こういう人々もですね、登録することによってですね、ローカルベネフィットを使ってマッチングを推進するっていうことをやっていたりします。で、やっぱりそのこれから多角的に、稼ぐためのそういう事業を作るためには事業者間のマッチングっていうのが大事で、これはですね、市の商工課が単独でやっていてもなかなか難しいわけなんですよ。やっぱり、大学とかあるいはその民間の方々とかいろいろと連携してですね、マッチング事業を推進していくっていうことがものすごく大事だと思います。私もですね、2年間企業誘致の部署にいましたけど、
地元にですね、大学があるんですよ。でその大学の、産学官連携コーディネーターっていう方がいてですね、その方がですね、大規模にマッチングハブっていうイベントを地元で開催して何百社も集めたりするんですよね。その時にですね、やっぱりその行政の私の人も名刺持っていくと、地元の普段触れることができないいろんなメーカーの方々と交渉することができてですね、で私もある特定のウェブサービス提供しているメーカーの方々と仲良くなってですね、今も仕事で続いていたりします。こういうマッチングをすることによって、やっぱそのそれぞれの事業者間の強みを生かして新たなビジネスが生まれるっていうこともあるので、やっぱりその単に補助金上げるっていうのじゃなくて、マッチングを促すっていうのがすごい大事なんじゃないかなって思います。で、あとはですね、これ全然コロナの話題が全然違うんですけど、ちょっと今日まとめて紹介します。結構市役所の総合計画とか読んでると、地域包括ケアシステムっていう言葉聞くと思うんですよ。で論文でも地域包括ケアシステムを充実していくことが大事だって書いてる受験生いるんですけど、これですね、原点に戻って地域包括ケアシステムって、ちゃんとした意味を、把握した上で、面接に挑んでほしいなと思います。あと地域包括ケアシステムとは、高齢になってもいつまでも元気に暮らし続けられて、たとえ障害があっても介護必要になっても、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられる街を作ることなんですよ。で、そのために予防、医療、住まい、生活支援、介護、こういったあらゆる面で、制度などを整えて、高齢者が暮らしやすい環境を包括して作る、そういう仕組みを包括ケアシステムというんです。で、今住まいってありますけど、住まいだと具体的には船橋市は、船橋市高齢者住み替え支援事業っていうものをやっていたりします。これはですね、例えばもう住んでる人が一軒家広すぎると、階段の上りよりももう心配だと、でそうなったら、例えばアパートとか、マンションとか、そういう賃貸住宅に住み替えるときに引っ越し費用15万補助しますよっていう、こういう制度があったりするんですけど、これ長くなるんで今住まいだけにするんですけど、こういった住まいの他に生活支援、介護、予防医療に関するさまざまな制度だとか、あるいはそのサービス、施設などを整えること、これが、地域包括ケアシステムという、用語の説明になりますので、ぜひですね、ちょっと試験でもこの生活地域包括ケアシステムって出てきた時に、なんだこれってならないように、今日説明した用語を覚えておいてください。ちょっといろいろと今日は船橋市の独自施策を、紹介したので、ちょっと話題がかなり散ってしまったんですけど、ぜひですね、これから試験とか論文とかグループワークとかでも、今日配信した内容も他の自治体でも役に立つことができるだろうなって思うんで、ぜひ参考にしてください。今日は長くなりましたが以上となります。ありがとうございました。